それでは、今日の授業に入りたいと思います。10月に始まりました微積分2も今日が最終回ですが、今日は前回のですね、変数変換の例題で残したものと、それからあと公理積分の例題をいくつか説明したいと思います。で、まず、最初にその変数変換で残した例題がありましたので、やりたいと思うんですけれども、教科書ですと、205ページの定理 5.17 というのを見てください。タイトルはですね、これは極形式で表される曲線の囲む面積というのをやりたいと思います。ということで、この話なんですが、まずどういうものかと言いますと、f の θ という関数がですね、θ の一変数関数で与えられているものとします。で、これは C1 級としまして、すなわち1回微分可能で、しかもそう変微分が連続で、微分ですね、この場合、微分が連続であるような曲線、そういう関数とします。で、それからあと、この θ がですね、α から β までの区間において、平区間ですが、この区間内でこの fθ が0以上というふうにはならないというふうな条件を設けます。ここまでいいでしょうか。で、これで一体何をするかといいますと、普通の xy 平面を考えるんですけれども、で、ここで、角度はいつも通りその x 軸から反時計回りに測るんですが、その際にその θ をですね、この x 軸からこうの角度としまして、で、この fθ というのを、その θ の角度が θ の時のその原点からの距離というふうにします。そうしますと、例えばその今θ として α と β の間の平均考えてますから、最初に θ を α に設定したときに、例えばこの原点からの距離がこう fα だとしますね。で、こういう点を取ります。で、あと、この α から θ をだん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 こう反時計回りに動かしていくに従って、その fθ っていうのをこう順番にこう順次こう原点からの距離というふうに計算してこう引いていきますと、こんなふうにこう原点を中心に回るある曲線を書くことができます。わけですね。こんなふうに曲線を書いて、例えばこれをその角度 θ が、仮に β がここまでだったとして、そうしますと、このその x 軸からの角度が α から β までの間でですね、このような形でこう原点を中心にこう曲線を描くことができます。で、この時にその、じゃあ例えば、そうですね、その x 軸からの角度が θ の時の、
まあ、こうなんですが、この時のその x 座標 y 座標というのはどうやって表されているかっていうと、これは多分こうちょっと考えればすぐに分かると思いますけれども、この時、x が原点からの距離が fθ ですので、fθ かける、で、角度が、x 軸からの角度が θ、ちょうど θ ですので、x 座標は fθ かける cosθ となりますし、それから、y 座標もその同じようにして、原点からの距離が fθ で、で、y 座標ですので、これ sinθ と書いて。というふうにしますと、その、まあ、こういった形で、その、取った曲線に対して、こう、逐一、x 座標と y 座標が分かるというふうになるわけです。で、一応条件としては、θ が α 以上、β 以下という条件を設定しておきます。で、このような形式で表せます曲線のことを、極形式と言いまして、極形式R、R っていうのはその原点からの距離ですね。R が fθ、R イコール fθ。で、表される曲線というふうに言います。ここまでいいでしょうか。ですので、まあ、極形式と言われますと、そのこのような形で、その原点、その x 軸からの角度 θ に対して、こう、原点からの距離がこう fθ で与えられるような、こういう、こう、曲線を、書くということになります。で、まあ、ここまでですかね。で、ここで考える問題は何かというと、面積の問題なんですけれども、どこの面積かと言いますと、まず、この曲線ですね。この曲線、R イコール fθ っていう曲線と、それから、直線ですね。一つは θ イコール α。もう一つは、θ イコール β。この黄色い部分ですね。黄色い部分で囲んだ、内部の面積を、こう、求めようという話です。ですので、まあ、多分皆さん、こういうものの特殊な例としては、扇形なんかが挙げられると思いますね。その、原点からの距離が常に一定であれば、こう、円周の、一部分になって、で、この、黄色い部分の面積、黄色い部分の図形っていうのは、ちょうど、こう、ピザをカットしたような、そういう扇形になるってことが分かると思います。で、まあ、ここでは、その、もっと、その、外周が一般的な、こう、まあ、関数で与えられた場合を考えるというわけです。まあ、いいでしょうか。で、まあ、一応、その、面積がどうやって求まりますかっていう公式がですね、書かれているのはこの教科書にある定理 5.17 というものです。ので、一応一通り説明しながら書いていきたいと思います。ここでは、設定は先ほどと同じようにしまして、曲線ですね、曲線。は、R イコール fθ で与えられているものとしまして、ただし、θ は α と β の
の間を値を取るとします。でそれから、直線の方は、これも先ほどと同じように、シータが α のところと、シータが β のところを考えます。で、結論なんですけれども、この直線と曲線で囲まれる部分、これは先ほどその1枚目の黒板で上のその黄色いその直線と曲線で囲まれた斜線部分ですね。これをまあ D と置きますけれど、D と置いてますけれども、D の面積、これを仮に S と置きますと、公式みたいなもんですけど、AS というのが実は2分の1倍の α から β までこの曲線の原点からの距離ですね、rθ の2乗を θ で積分した値に等しくなりますというのがこの定理の主張では公式です。ここまででいいでしょうか。じゃあ一応その証明ですね、一応証明ですね。多分割と簡単だと思いますけれども、証明を書いておきましょう。証明というか、どんなふうに計算するかということですね。で、もともとは、その、この S っていうのが、今与えられたこの黄色いその曲線と直線で囲まれた領域 D で、1をこう重積分することでこの面積が得られるんですけれども、であとはそのこれをその極座標変換を用いて書くということなんですね。でとえっ、ー、と、極座標変換は、皆さんご存知のように、x イコール r コサインシータといて、あと y を、r サインシータをも、使うってことですね。用いると、そうしますと、この積分領域がどうなるかっていうのを調べなきゃないですけれども、そうです、積分領域はどうなるかっていうと、rθで表しますと、r の範囲が、これは fθで与えられているわけですね。この、θが決まると、こう、r がそれに応じて決まるっていうふうに、r はその θ ごとにこう与えられていると書くことができます。それから、じゃあ θ の範囲はどうかっていうと、θ の範囲は α から β の範囲というふうに書くことができます。ですので、その、本来はこの xy 平面上での重積分なんですけれども、極座標変換をして、で、r と θ で重積分をするということになります。
よって、そうしますと重積分の場合は、最近に R で積分しますけれども、一応復習で確認しておきますと、その極座標変換を、座標変換をしたときには、その積分の非積分関数にヤコビアンをかけるっていう話がありましたね。で、極座標変換のときのヤコビアンはR ですので、ヤコビアンの絶対値か。ヤコビアンの絶対値は R ですので、その R をかけるというのを忘れないでください。で、これをまず、その0から f θまで R で積分します。で、それをさらに、α から β まで、θで積分するということで、この面積を求めることができるわけです。で、あとはこの類似積分をちゃっちゃか計算していけばいいわけでして、多分ここから先は皆さん問題ないと思うんですけれども、一応ここでやっておきますと、最初にこの R の積分ですね。R を積分しますから2分の R2 乗になります。2分の R2 乗で0から あ、そうか、すみません、これ、教科書とちょっと書き方変えてましたね。こう書くんだったら F ですね、すみません。で、こうなりますので、で、あとは、この式を整理すれば、2分の1倍の α から β まで、fθ の2乗を θ で積分すれば、面積が出ますという形に持っていくことができます。ここまでいいでしょうか。で、一応このですね、極形式で表せる曲線の面積の例題が一つありますので、これも紹介しておきます。教科書ですと、その定理 5.17 のすぐ下にあります、例題 5.15 というのです。で、これ、カージオイドと呼ばれる曲線です。で、それはまず、定義式を書きますと、どういう曲線かと言いますと、これ R を定義しなければなりませんので、R が、2a 倍の、1プラスコサインシータとなっております。で、シータの範囲は、0から2パイまでの範囲で、で、あと、A っていう文字が出てきますけども、A は定数で、正の定数です。で、囲まれる。図形ですね。図形 D の面積を求めると。
というのがこの問題です。で、まあ、計算自体はその教科書を各自読めば分かる話なんですけれども、多分ここでやっといた方がいいと思うのはその 形ですね。外形がどんな形になるか。まあ、そんなに正確な図ではないんですけれども、実際にはどういう形になるかっていうと、まあ、この θにですね、こう0から 2π の値を順次代入していけば、大体どこでどういう値を取るかっていうのは分かるかもと思うんですが、まず θが0の時ですと、これ、コサイン0が1ですから、そうすると R っていうのがここ 4a という値を取ります。で θを増やしていくとだん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 こういきまして、で θが2分の π のところでコサイン2分の π0 ですので、その原点からの距離が、まあ、この辺なんですからちょうど 2a になります。でさらに θを増やしていきますと、こんなふうにずん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 ときまして、ちょっと面白いんですけれども、θが π のところで原点を通ります。と θが π ですと cosθ はマイナス1ですので、ちょうどこの項が0になるわけですね。そうすると原点を通ります。であとこれがその x 軸に対してこう線対称な図形がこう現れまして、こんな感じですかね。こういう、まあ、ちょっと若干不正確な部分もあるかもしれませんが、外形ですけれども、こういった外形の曲線になります。まずこれをですね、一つ押さえておきましょう。であとポイントとしましては、まあ、これ見てもらって分かるように、その、X 軸、このカーディオイドのこの曲線の内部、この部分ですね、内部というのがこの X 軸 を基準にその線対称ですので、そうするとその実際にはこの X 軸より上の部分の面積を求めて、それを2倍すればこの全体の面積が出せるというところにも注意してください。そうすると、まあ、上の部分のみ求めると。上の部分のみ求めて2倍するというのをこれから計算します。でそうしますと、あ、そうか、一応計算自体は普通に0から 2π までぐるっと回して計算してみますね。すみません。実際こう、公式通りに書きまして、との R が 2a 括弧1プラス、まあ、コサイン θの、まあ、2乗ですね。こういう形で計算することになります。で、あとはそれを順次計算していけばいいんですけれども、
まず展開しまして、1プラスコサインセータの2乗をこう展開しました。で、あと次にやるのはその、このコサイン2乗θですね。これ、こういうのが、コサイン2乗θが出てきましたら、大抵、これ、倍角の公式を使って、2乗を消すような形で、これの場合だと2分の1プラスコサイン 2θ になりますから、これを計算するとなります。で、あとはまあ、ちょっと皆さん各自ですね、あとこれは普通の一変数の三角関数の積分ですので、まあ、これを計算しますと、6πa²² というふうに計算さ結果が出てきますので、まあ、これは各自でやってみてください。はい。というのが、一応これ、極形式で表される曲線の例として、このカーディオイドの面積、カーディオイドで囲まれる部分の面積を求めてみました。はい。ここまで何か質問がありますでしょうか。いいでしょうか。はい。じゃ一応、ここまでが、変数変換、重積分の変数変換の例題でした。で、あと残りの時間で、その講義積分の計算例を説明していきたいと思います。で、今度はですね、教科書がですね、場所が210ページです。この、教科書210ページの下の方にあります、例題 5.17 というのを開いてください。で、ここでの積分なんですが、この非積分関数は e のマイナス括弧 x2 乗プラス y2 乗括弧閉じという関数でして、これをその R2 の全区間で積分するというのが今回の例題です。で、一応前回やった話を講義積分のやり方を復習しますと、まあ、この場合ですね、この場合の例題なんですけれども、一応最終的にはこれ全平面上で積分をしますので、ひとまず、原点を中心として、半径が M の、円盤を考えます。これを Km と置きます。で、まずはこの範囲で積分することを考えます。
ただしこの m というのは自然数の値を取ることにしまして、km というのを、xy の点の集まりで、その半径が、m の n とその内部っていうのは、この x2 乗プラス y2 乗が m2 乗以下という条件式で表すことができます。で、ここまでいいですかね。こういうものを取ると。で、次のポイントは、これ今 m が自然数なんですけれども、これを1、2、3、4、5とどんどん m の大きさを大きくしていって、で、円盤の大きさ、こういう、こう、大きくなるこう円盤の列を作るんですね。これが次のポイントでした。KM をどんどん大きくしていくと。こういう大きくなる KM の円盤の列を考えます。で、これ、この円盤の列が、その何て言ったかというと、その、R2 のコンパクト近似列というふうな言い方をしました。教科書ではちょっと言葉が異なっていますけれども、単調増大列という言い方をしていますが、誘拐平集合の単調増大列と言っていますが、同じ意味です。ですので、これを作っ、この KM を作って、遠くとですね、遠くと、まずそうですね、この一個一個の円盤をこう置いて、で今度は円盤 KM のこうどんどん大きくしていくから列を考えます。でこれが R2 のコンパクト近似列と呼ばれるものです。一応コンパクト近似列っていうのは、ある、そう名乗るためのいくつかの条件がありましたので、それは後で各自で確認しておいてください。何でも作ればいいっていうものではなくて、一応コンパクト近似列と名乗れるだけの条件を満たすようにこう作ったわけですね。で、これはその条件を満たすので、コンパクト近似列と呼ばれるものです。で、まずじゃあこの KM っていう、こう、ある、円盤を与えた時のそのこの関数のですね、この円盤、このある円盤上でのその積分の値を求めることにしましょう。で、m という値が与えられていますので、この im っていうのをちょうどこれ m 番目の円盤 km 上でこの e のマイナスカッコ x2 乗プラス y2 乗を積分したものというふうに置きましょう。と置いて、まず im を求めてみます。ここまでいいですかね。若干早いですか、今日は。大丈夫ですか。で、じゃあ、で、一応この積分をどうやって計算するかっていうんですけれども、気づいた人もいるかもしれませんが、大体この x2 乗プラス y2 乗なんていうのが出てきた場合には、その極作用変換を使うと、こう、簡単になるというのはわかるかと思います。そこで、ここでもその極座標変換を使うことにします。一応、ちゃんと、何でしょう、読む人が分かるように極座標変換、面倒かもしれませんけど、書いておきますと、x を r コサインシータ、それから、y イコール r サインシータで表しましょう。
で、まあ、R は、負でない数として、それから θ は実数とします。で、この極座標変換を使って、この、IM の積分を求めることにします。そうしますと、まあ、内側をその半径に関する積分にし、R、半径 R に関する積分に、距離か、R に関する積分にしますと、0から M ですね。で、外側は角度、変革に関する積分にしますと0から 2π と。で、積分関数の方は、まあ、一応ちゃんと x と y に、こう、それぞれ、r コサインシータと r サインシータを代入した形で書いておきます。で、あとはその変数変換を行ったときには、ヤコビアンの絶対値を忘れないようにしますので、r 倍ですね。r 倍して、で、中身は r での積分。で、外は θ での積分というふうに書いておきます。ここまでいいでしょうか。で、そうしますと、実際には、この非積分関数のところが少し、表現が略されて、r×e のマイナス r2 乗の重積分になります。ここまでですかね。で、さらに、こういうのか。これ、この積分なんですけれども、その R の積分範囲と、それから θ の積分範囲っていうのが、互いに相手の変数に依存していなくて、独立に決められますので、変数分離をすることができます。すなわち、θ のに関する1変数の積分と、それから、R に関する1変数の積分の積に分離することができます。で、まあ、θ に関してはもう1を0から 2π まで積分するっていうんでおしまいで、で、r に関しては、この、e のマイナス r2 乗を積分するんですけれども、これ1変数の合成関数の積分で、これ e のマイナス r2 乗に、この部分ですね、この部分の、変微分、あ、じゃあ、この部分の微分ですね。このマイナス r2 乗を r で微分するとマイナス 2r になりますから、こういった形で、その、積分をすることになります。これは、1変数関数の合成関数の積分ですので、この意味がわからない人は、ちゃんと復習しておいてください。まあ、後で、この後の時間に、もし忘れた人がいたら、説明します。個別に説明します。そうしますと、まず θ の部分ですね、これ θ に関しては 1を0から 2π まで積分すれば当然、その結果は 2π でして、それから定数としてマイナス2分の1がかかっていて、それから e のマイナス r2 乗をその積分したものは、まあ、指数関数の積分ですので、基本的に変わらないと。で、これを0から m まで、0から m までですね、計算したものとなります。で、それを実際に計算しますと、マイナス π 倍の e のマイナス m2 乗
マイナス1ですね。これは何でかというと、R に、最初はこれは M を代入すると。そうすると M のマイナス2乗が出てきます。で、引く方は、R2 乗の R に0を代入しますので、1が出てきます。で、一応、そうか、もう一回整理しますと、π かける1マイナス B のマイナス M2 乗。こういう形になりますね。で、これで、その、まあ、M 番目の円盤上で、この関数を積分した、積分の値が出てきました。ここまでいいですか。とりあえず、この途中の円盤での積分を出したということですね。で、根岐積分はこの先どうやって計算するんだったかといいますと、あとはこの M をですね、こう、直感的な言い方をすると無限大に飛ばすということですね。どんどん大きくしていくと。それで、もし有限な値に収束すれば、それがその、根岐積分の値になりますので、最後に、まあ、i としては、im ですね、この im、この、円盤 km 上でのこの積分の値をどん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 その km を大きくしていくということで、この m をどんどん大きくしていきます。で、それは、まあ、こういうことなんですけれども、じゃあこの時にそのそれぞれの値がどこへ行くかというと、実はこの部分ですね、この部分が e のマイナス m 二乗っていうことは、これ e の m の二乗分の1っていうことですから、そうするとこの m をどんどん大きくしていけば分母はどんどん大きくなるということは、この全体としてはこれゼロに収束するということですね。で、これでめでたくこの im っていうのが極限を持つわけです。いいですか。で、そうするとまあ、ここはゼロと見なせるので、結局この根岐積分の値は π ということになります。ちょっと駆け足だったかもしれませんが、大丈夫ですか。少し待ちますので、何か質問がある人がいたら、まあ今じゃなくても後でこっそりでもいいですけど聞いてください。一応もう一回各ステップを復習しますと、その根岐積分を計算、この場合はその全平面上での根岐積分ですね。全平面上での根岐積分を計算しようと思ったら、そのまあこういう集合の列を作ると。で、最終的にこう全平面を覆い尽くすような集合の列を作っておきます。コンパクト近似列っていうやつですけども、そういう列を作っておきます。で、そこで、このコンパクト近似列の、まず一個一個で、その積分の値がどうなるかっていうのをこう計算して出しておきます。で、今、それで出したのが im ってやつですね。m 番目の円盤で、その積分の値と。あとはその m をどんどん大きくしていって、最後に極限を取れば、それが根岐積分の値になるということになります。ここまでいいですかね。で、これを、この例題をやったのは、実はその次の例題への伏線になっておりまして、これに引き続いて、あともう一つ例題をやりますけれども、教科書ですと、その211ページの例題 5.18 というのをやります。
この例題 5.18 なんですが、一応問題を最初に書いておきますと、次の J というその積分を計算しなさいっていう話なんですけれども、積分の範囲がマイナス無限大からプラスの無限大で、で非積分関数が e のマイナス x 二乗です。ですので、これは1変数の公義積分なんですね。で、なんでこういう問題が出てきたかというと、実はその1変数の公義積分を、今やりましたこの重積分の公義積分を使って求めることができますという一つの例として出しました。これ多分演習の授業でもやりましたか？解き方なんかもやりました？そこで全部やりましたと言われたら、これからやることはなくなってしまうんで、授業終わってしまうんですが、まあ一応、まあ、やったやらないにかかわらず、まあ演習の授業を取ってないっていう人もいるかもしれませんし、あとは、まあ仮に演習でやったとしてもよくわからんっていう人もいるかもしれないので、復習には、まあ復習はやって損はないと思いますから、一応やっておきましょう。で、この問題ですね。じゃあちょっとこの問題解説します。で、一応まあ、今言いましたように、今先ほどやりました例題 5.17 を用います。で、それでですね、これどうやるかっていうんですけれども、まず、まあ J としてこれが与えられたんですが、ちょっと気まぐれを起こして、この2乗を計算してみます。この2乗というのは、単にこの定積分を2個かければいいわけですね。かけましょう。ただし、一つだけポイントがあって、その2個この定積分持ってくるんですけれども、それぞれの定積分の変数を変えておきます。1個目は、x で積分します。で、2個目は y で積分することにします。ここがポイントなんですね。まあ、何の変哲もないように見えるかもしれませんが。で、次のポイントは何かっていうと、次はこれをですね、実はこれ2変数の重積分だと思って問題を解くわけですね。そうしますと、まあ、これ、まあ、変数分離をやった逆と逆のような形で、その、まあ、性質がこの問題については成り立ちますので、そうすると、こういう形でですね、その先ほどの問題に帰着することができるわけなんですが、ただ一応、まあこうやってすぐにこう持ち込む、この先ほどの例題に持ち込むことも可能なんですけれども、一応枠組みとしては、最初にそのなんでしょうね、これをこの区間っていうのが、まあ、x 方向と y 方向でどこからどこまでっていうふうにこう区切られていてですね、先ほどこの例題 5.17 ではこれ極座標変換してこう解いたんですが、一応その変数のこの x とか y の動く範囲をもうちょっと気をつけて問題解く必要がありますので、一応ここにはすぐに飛ばないで少し回り道をします。それでちょっと気をつけてください。
まあ、アイデアとしてはこういうアイデアを使うんですけれども、もうちょっと回り道をして解きます。で、そのためにまず、JM としてそのまあもともと求めたい積分はマイナス無限大からプラスの無限大までなんですけれども、とりあえずその有限の区間でマイナス M から M までの定積分を考えます。まずこの JM っていうのをこうマイナス M からそのプラスの M までこの関数を積分したというふうにしましょう。で、この今度はこの世界でこの先ほどやったようなこの二乗を考えるんですね。二乗を考えます。JM の二乗を考えます。で、この時はそのこの JM をここ2個こうかければいいんですが、これは先ほどのアイデアを使って、1個は x に関する定積分、もう1個はy に関する定積分の積で表します。ここまでいいでしょうか。で、今度はこの JM の2乗というのを、これ、ここで書いたときには、その、2つの1変数の定積分を積として考えたんですが、これを、その2変数の重積分と思って計算することにします。そうしますと、これ書けますので、中の関数、非積分関数をかけることができて、それが e のマイナス括弧 x2 乗プラス y2 乗括弧閉じになります。で、まあ、変数は dxdy で、それから、積分領域としてこの bm っていう記号を導入しました。bm は何かっていうと、一辺が、あ、一辺じゃないや、その、こういう形の、その、平区間ですね。R 通常の平区間。範囲がマイナス M から M までの平区間です。一応書いておきますと、ただし、BM というのは、X の範囲がマイナス M から M。で、y の範囲をマイナス m から m の有解平区間とします。で、これがですね、この m をそのまあこれどんどん bm の m をどんどん大きくしていって、で、まあ、その極限としてその公認積分の値を求めようっていう話なんですが、先ほどの例題の結果を使う際にその注意しなければならないことっていうのは、そのコンパクト検事列として持ってきた集合が先ほどはちょっと違うんですね。先ほどの例題では原点を中心としたある半径の円を持ってきました。一方でこの積分は積分する領域がその一辺の幅が 2m の区形、まあ、正方形なわけですね。そこの、そこが、まあ、ちょっと違うと。で、どうせ極限とりゃ同じだろうって思う人もいるかもしれませんけれども、数学では常にそういうことが起こるとは限らないので注意が必要です。極限を取ると、変わったことが起こる場合もあります。そこで、
それが結論から言うと、これ同じなんですけれども、それどうやってそれを保証するかっていうと、一種の挟み撃ちの方法を取ります。でこの区形に対して、その先ほどの例題で使ったこの円の形のコンパクト近似列を使いたいので、それどうするかっていうと、一つはこの BM に内接する円盤を考えます。内接する円盤の方をは、K の M というふうに置いておきます。で、もう一つは、この BM に外接する円盤を考えます。外接ですから、こんな感じですかね。こう。ちょっと図は若干、接していませんけど、外接すると思って書いてください。で、この外接する方の円盤を、K のルート 2M というふうに書いておきます。ここまでいいでしょうか。そうしますと、同じ非積分関数で、しかもこの非積分関数は常に非0ですので、非0の非積分関数っていうのは、積分領域が、積み込むほど、積分の値は単調に増加していくわけですよね。ということは、この区形の BM の範囲での積分の値っていうのは、この内接円の KM における積分の値よりは等しいか大きくて、で、しかし、この外接円の K のルート 2M での積分の値よりは等しいか小さいということが言えるわけです。一応、ちょっともう一回、ここまで整理して書いておきますと、BM の内接円ですね。BM の内接円としまして、これ KM っていうのを取るんですけれども、これは XY の点で、X2 乗プラス Y2 乗が M2 乗に等しいか、または小さいという領域です。で、それからもう一つ、は BM の外接円を取ります。外接円として、記号としては K のルート 2M という書き方をしていますけれども、好きな、皆さんの好きな記号でいいです。で、その範囲は何かっていうと、XY の変数で、X2 乗プラス Y2 乗が、外接円の半径を一応書いておきますと、ここがルート2倍の m ですね。ですので、半径の2乗は 2m の2乗ということになります。で、この2つのその集合を用意しておきますと、先に来るのが内接円でのこの重積分ですね。で、内接円での重積分と比べると、今我々が計算しようとしているこの JM の2乗っていう値は等しいか大きいと。で、一方で、その外接円での重積分の値よりは等しいか小さいというのがポイントです。で、こういう代償関係が成り立ちます。ここまでいいでしょうか。もともとのその重積分はこの区形の範囲だったんだけれども、それに対して、その区形の、区形正方形ですね。正方形の内接円での重積分と、それから外接円の重積分で挟むというのが、この問題を解く上での鍵になるアイデアです。
いいですか。やっぱりあれですね、アイディアを理解するというのが多分重要ですよね、きっと。アイディアが分からないといくら計算手順を追おうとしても意欲が湧きませんよね。で、逆に計算手順がちょっと分かんなくてもアイディアがなんとなく、あ、こうやるんだっていうのが分かれば、少しでも分かった気になるっていうのは大事なんじゃないかと思います。まあ、もちろん分かった気になれればそれで十分かっていうと、少なくとも期末試験がそうでない場合もあって、分かった気になった上でちゃんと自分で計算できるようになるっていうのも大事なんですけれども、でもやっぱりそのアイディアを理解するっていうのは非常に数学においても重要なことで、その、まあ、数学でももちろんその形式的にそのアイディアを考えずにガガガってガシガシ式を変形したりする場面はありますけれども、でもその我々が仕事している中でもやっぱりそのこういうことをやりたいんだっていうのを頭に思い浮かべながらそのやることっていうのはよくやりますし、あと、うん、そうですね、アイディアは大事にしてますので、皆さんもそうあってほしいなと希望しております。まあいいや、それでここで計算すると。であとはこの部分ですね、この両方の部分っていうのは先ほどの例題 5.17 で計算できていました。でちょっとまあ、内容は細かい計算は省略しますけれども、この KM の時にはこの積分が出ているのは π の 1-e の -m2 乗っていうふうに出していましたし、それから半径がルート2倍になった時には π の 1-e の、ここですね、この M のところにこう半径が入る、実際には半径が入りますので、まあ、2M2 乗に、半径2乗になりますね、2M2 乗になります。で、これでこう、JM の2乗の値をこう上と下から挟むわけですね。で、M を無限大に持っていくと。そうすると、下の方の、ああ、そっか、一応ちゃんと書いておきますと、下は π かける括弧1マイナス e のマイナス m2 乗で、真ん中がこれは j の2乗ですね、 j の2乗、公式積分のあたりの2乗で、上の方は リミットで π かける1マイナス e のマイナス 2m2 乗と。なるんですけれども、これ非常にありがたいことに挟み撃ちをしたこの上と下の値が両方等しくなるんですね。この e のマイナス m2 乗も e のマイナス 2m2 乗も0に収束しますので、そうするとこの極限の値っていうのは下から π で挟まれる。で、上からも π で挟まれる。そうすると上と下から等しい値で挟むというのは、まあ、よく挟み撃ちの原理って数学で言いますけれども、挟み撃ちの原理で、J2 乗が π に等しくなるということで、さて我々何を求めようとしてたんだっけってちょっとこう振り返ってみますと、最初が J の値ですね、J の値を求めたかったんですね。 J の値を求めたくって、そのためにこの J2 乗っていうのを考えて、でそれをいろいろゴニョ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 やってたということで、最終的に J はの値はスクエアルート π と、ルート π ですね、ということになります。なりました。
ここまで質問ありますでしょうか。後ろの人たち黒板見えますか。大丈夫ですか。ちょっと厳しい。ちょっと上げてもいいんだが、これ上げるとそうなんですよね。あ、しかも下がってくる。大丈夫ですか。はい。ということで、一応この例題は、よくある、よくこれ、講義積分、重積分の講義積分でよく出る例題なんですけれども、一応単にコンパクト増加列を使って解くだけでなくて、もう一つ加えておりますので、紹介しておきました。はい。ということで、一応、この授業なんですけれども、一通り講義積分までは終わりました。で、本来ですと、この講義積分の先に、曲面の、面積に関する話などもあったりするんですが、ちょっと時間の都合で、今回は省略せざるを得ませんが、もし興味のある人がいたら、またこう学んでいてほしいなというふうに思います。で、一応今回やりました内容ですね。秋学期の変微分と重積分、それから、あと春学期の一変数の微積分と合わせまして、一通り大学の1年目で皆さんよく学ぶその微積分の話を扱いましたけれども、多分皆さんの中にはこれからこう微積分使って道具にして使っていく人もいるかもしれませんし、そうでない人もいるかもしれませんけれども、今回こうやって授業をしてきましたが、なんでしょうね、多分この授業をやっていく中で、こう数学ですとこういうそのものの考え方をするとかですね、そういったこう多分特徴的な面もあったかもしれませんし、あとは皆さんがこうあんまり知らない面も見ることができたかもしれません。ですので、これから微積分使っていく人は、こうまたしばらくこの教科書とですね、こう付き合いながら頑張ってもらいたいと思いますし、あとはもう微積分よさよならっていう人もですね、また皆さんそれぞれの世界で頑張っていただきたいと思います。ということで、皆さんの今後のご活躍をお祈りして、この微積分の授業を締めくくりたいと思います。お疲れ様でした。